仕分けてるんだよ。すごい。取れんかもしれない。取れこのゴミ邪魔。いや、それがお金になるんだよ。はい、さい、ひなの後のひなのです。ひなののパパです。じゃーん、カンカンです。700個あります。やばい、取ってきました、拾ってきました。え、は、嘘です。パパが毎日ビールを 2,3 本飲んで1年間かけて集めたカンカンです。うん、それをどうする。売りに行きます。え、売れないよ、売れない、売れない。なんで。ゴミ、ゴミだよこれ。ゴミ、うん、お金取られるよ逆に。いやいや、これが売れるんだって、パパも聞いたんよ。本当はこれベランダで置いとったんだけど、もう台風が来るからもうしょうがなく売りに来ました。もうちょっと貯めたかったんだけど。あ、じゃあ行ってみよう。はい、売りに行ってきます。 GO! OK、 はい、カップ、はい、カップ。何円ぐらいパパは予想。だって1年間集めるの大変やったんやから、1万円ぐらいもらわんと割に合わん。えぇ、ー、ひの5円と思うんですけど。本当に。うん。じゃあ売ってからのお楽しみだね。ひの、ここです。金属リサイクル。まもなく左方向です。その先、目的地周辺です。着きました。3は金属です。右、いや左。2番ヤード。うわ、すげえ。なんか音がする。これ街だね。やばさっき一回確認に来たら、ここでみんなアルミ缶待ちしてます。ひなのカメラです。乗り込みかよ。なんかすごいよ、出てる。なんだろう。あ、自転車取って取って取って。あ、どんどん割り込まれるの。で、仕分けてるんだよ。すごい、すごいよ。これ入れていいんかな。シフトレバーが2段線入りました。オッケになった。しこパパが嬉しそう。勝ったじゃん。じゃーん、1347円になりました。すごいね、結構ね。すごい、1000円いくかなぐらいは思ってたんだけど、こんなになると。よかった。今日はリサイクルの工場がどんなことをしているのか勉強するために缶を集めて売りに来ました。はい、ね、勉強になったね。こうやってみんなが集めたアルミをさらにまた再生してるっていうのが分かりました。